皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツーリスモ7の時間がやってまいりました。本日17時から19時において GT7 にてアップデートおよび修正 1.13 が実施されました。この動画ではどこがどう変わったか、そしてまたどんなところが変更になったのかを皆さんと一緒に簡単に見ていければと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それではアップデートのお知らせを簡単に見ていきましょう。まずは車、3台の車を追加収録ということで、こちらの方は後でブランドセントラルに見に行ってみたいと思います。スバル BRZ GT300 2021年ということで、これはすごいですね。シリーズチャンピオン獲得車両ですね。これは2021年の、これは激アツな展開になってきましたよ。そしてスバル BRZS ということで、ハイグレードモデルということになりますね。水平対向4気筒 DOHC エンジン音は一体どんな音なのかということになります。スズキカプチーノ EA11R ということで、こちらの方は軽自動車規格のオープンカー型スポーツカーと呼ばれた、当時1991年にデビューした車となりますね。こちらの方は明日4月26日より中古車市場で購入可能ということになります。あとはコースの追加、スパフランコルシャン24時間のレイアウトを追加ということになりました。そしてスパフランコルシャンによる3つのレースイベントを追加ということで、ヨーロピアンサンデーカップ、ジャパニーズクラブマンカップ、ワールドツーリングカー800ということで、こちらの方も追加されております。スケープスには特集にいろいろと追加がありました。そしてゲームの調整および修正、画面中央にトピックニュースが表示されるようになりました。先ほどアップデート 1.13 が実施みたいな、そういったものだと思います。ユーズドカー、販売初日の車に新規入庫と表示するようになりました。これは非常にいいですね。正直分かりにくかったんですよ。分かりにくかったので、新規入庫と表示されるようになったらかなり嬉しいなと思います。そして4月26日よりスズキカプチーノを販売開始ということで、早速新規入庫と明日以降出るということになっておりますね。そしてレジェンドカー、こちらも初日の車に新規入庫と表示するようになりました。次にガレージ、所有者リストの表示でワイドボディ成功を行った車についてはワイドカーと表示されるようになりました。そして次、乗り換え時にエンジン始動音が再生されるようになりました。おお、これね、実はですね、乗り換えするときにエンジン始動音がなくなったのがめっちゃ寂しいというコメントめちゃくちゃいただいたんですよ。これ本当にね、めちゃくちゃお声多かったんですよ。乗り換えするときに楽しみが減ったとか、エンジンのスタート音がないのが寂しい、めちゃくちゃ本当にコメントいただきました。合計で何十件、100件近いコメントいただいたんじゃないのかな、今まででね。今まで通算これ再生されるようになったそうです。後でこれ実際やってみたいですね。はい、ということで次いきます。レース画面、制限時間制レースにおいて残り時間の表示位置を画面中央上部に移動し、デザインを調整。ライバルカー、ニュルにおけるライバルカーの走行ラインを調整。これよくミサイルされるっていうやつじゃないですか。ニュルブルクリンク、私今はそんなに走り込んでないですけど、走り込んでるフレンドさん曰くかなりミサイルが あったということなので、多分そういった関係じゃないでしょうか。そしてスポーツ、一部のレースイベントにおいてガレージカーだけでなくイベント専用車をレンタルしてエントリーできるようになりました。これも非常にいいことだと思いますね。あとはネーションズカップ及びマニュファクチャラーズカップで決勝前にムービーが再生。次にレース前のクイックメニューにおいて下記の情報が表示されるようになりましたということで、タイヤ摩耗や燃料消費、気温、スタート方式、使用義務タイヤ、ピットストップ義務などなど、こういった情報が詳しく表示されるようになったそうですね。そして初めてスポーツに入った時、レーシングエチケットのムービーが再生されるようになりました。レースに参戦するにあたり、レース中のマナーなど学ぶことができます。これはすでにスポーツに入った経験がある方にとってはどういった感じになるんでしょうか。ムービーを見ることができないのか、それとも別でアーカイブみたいな感じでムービーを再生することができるんでしょうか。そしてレース詳細画面を追加ということで、参加車両を選択後エントリー画面において右端の詳細アイコンより下記の6項目が確認できます。基本情報、予選の設定、レース、ペナルティの設定、ドライビングオプション制限、レギュレーションなどなど、こういった項目が確認することができるようになりました。あとはリバリーに関しては職人様に関係することだと思います。こういったところもね、よくご確認いただければと思います。リプレイ関係は僕たち配信者にとってはミュージックリプレイの曲選択などなどは特に関係がないかなと思います。ぜひご視聴いただければと思います。こちらの方関係ある方はですね、ぜひご視聴いただければと思います。カーセッティング、
セッティングシートに設定した名前が消えることがある問題を修正、あとはパワーリストリクターの調整などによって発生する PP の不具合を修正ということで、これはかねてから有名なバグだって言われてたやつですね。これはおそらく修正されたんじゃないかと。あとはトマホークバグはどうなったんですかね。あのワールドツーリングカーとかで首都高で何をやってもクリーンレースになるとか、そういったのあったと思うんですけど、そういったのはどうなんでしょうか。あとは一部の車種にハイグリップのタイヤを装着した場合に、特定の条件下においては稀にパフォーマンスポイントが算出できない、まあ、これは上ですね、上と一緒ですね。特定のセッティングで PP の値が算出されないことがある問題を修正ということになっております。そして車両挙動シミュレーションということで、まあ、こちらジオメトリの計算を更新、まあ、結果として後輪駆動車のトラクションが向上、車体の姿勢変化が穏やかになりました。コントローラーに関しては操作ストロークとアクセル回路の関係を調整ということになりました。あとはスティックによる操舵速度も関係するんですが、一カーのステアリングコントローラーにおいて、フォースフィードバックを調整ということで、主にファナテック関係ですね、スラストマスターとかロジクールに関しては特に調整は行われていません。あとはコーナー進入時の四輪ブレーキ圧制御を調整ということで、これによって傾向として制動距離が短くなりますということで、まあこれもレースにおいては相当いいアップデートなんじゃないかなと思いますね。そして次にサウンドボリュームを含めたセッティングに関しては、ぜひ該当者の皆さんはじっくりと確認していただければと思います。そして GTO とオイル交換不要な車両でオイル交換可能になっていた問題を修正ということで、これはどういった車だったんでしょうかね。そして最後に以下の4台の車の修正を行いましたということで、ホンダフィット、ジープウィリス、ホンダシビック、フェラーリ458イタリアなどなど、こういったところをじっくりとねご覧いただければと思います。こういった修正が行われているようですね。うん、まあワイドボディを施工した状態でゼッケン装着したら、まあ、グラフィックが乱れるとか、まあ、こういったのもいろいろなお声があったということですね。そしてその他細やかな修正および調整を行いましたということで、どういった調整が行われたんでしょうか。これまた詳しくもし分かったらまたね動画の方を作りたいと思います。いやー、いい感じのアップデートになりましたね。そこそこ大型のアップデートになったんじゃないですか。さあ、それではですね、まず乗り換えした時にどんなエンジン音になるのかというのを聞いてみたいと思います。やっぱり 787B に乗り換えてみようじゃありませんか。皆さん、いきますよ。おお、いいやいいや、ずっと続くわけじゃなくて途中でこういうふうに消えるってことですね。ああ、いいやいいや、へえ、なるほど。ちゃんと吹かす音も入ってくれてよかったですね。では GTR に戻ってみたいと思いますよ。いいやん。そうそう、これね、この画面の時に全く音出なかったんですけど、エンジンはいつもね回転数上がってる状態だったんですよね。うん、これはいいんじゃない。うん、これはいいアップデートだなと思います。それでは実際に追加された車の方見に行ってみたいと思います。それではブランドセントラル行きましょう。招待状に関しては特に影響はありませんでした。アジアパシフィックということで、スバルの方に行きましょう。スバリストの皆さん必見です。さあ、どうでしょうか。 BRZS、 お、すごいね、いいね、来てるね、ありがとうございます。はい、ということでまずはこちらですね。 BRZS が追加されましたということで、 2.4 リッター DOHC、 まあ後輪駆動 RWD ですね、6ミッションの方かな、ミッションのモデルですね。326万7000円っていうのは多分6ミッションの方だと思います。340万ぐらいのやつがオートマ、セミオートマだっけ、それだったと思うんですけども、それが来てるということで、これはミッション仕様ですね、間違いなくミッション仕様の BRZ が来たということになりますね。これもいいですね。うん、すごい綺麗。しかもこの左の BRZS からずーっと WRX グループ B まで全部このイメージカラーの青色っていうのがまたいいですよね。こういった車が新しく追加されました。こちらの車はすぐに購入しますので、詳しくはまた車購入の際にお話ししたいと思います。水平対向4気筒 DOHC、 こちらのハイグレードモデルのエンジン音をまた聞いてみたいと思います。そして次に、あの伝説の車来ました。これ
これすごい、61号車来ました。シリーズチャンピオン獲得車両でございますね。ボクサーエンジン EJ20 の音、これ聞いてみたいですね。これはかっこいいよ。これはまあどうしてもスバルっていうのは WRC とか全日本ラリー選手権のイメージっていうのがすごい強いけど、こういった感じでスーパー GT にも実は長年ずっと参戦してきてるんですね。 YouTube のチャンネルでもね、公式チャンネルでもオンボードカメラね、ずっとやってますよ。スーパー GT のオンボードカメラ、あれ僕も結構見るんですけど、オンボードカメラでずっとスーパー GT 運転席視点でね、見ることができます。運転席視点というかね、ドライブレコーダー視点っていうのか、ちょっとよくわかりませんけども。これはいいですね。しかも4500万円って安いですね。てっきり1億円近くで出てくると思ったんですけども。これは素晴らしい。いい車がゲットできそうですね。これは最高でしょう。これは。ね、優勝車両ですよ。シリーズチャンピオン。いやー、たまりませんね。61号車。ほんと早くボクサーエンジンの力を聞いてみたいなと思いますね。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで本日最後になりますが、アップデート 1.13 の簡単解説動画でした。まあ本当にね、こういった形でいろんなアップデートでいろんなバグなどが修正されていくっていうのは本当にいいゲームの傾向だと思います。かつていろいろと炎上ありました。招待状制度やルーレット、そしてその他もろもろね、いろんな炎上騒ぎがありましたけども、こういった感じでまあ皆さんプレイヤーのねお声を少しでもこう吸い上げていっていいゲームに変わっていくっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。私も GT7 が大好きだからこそちょっとねっていうところも厳しいことを言ったこともありますけど、なんやかんやで私は本当なんと言いますか、ソフトの金額以上にお金納めてますしそこはね、そこはもうもうソフト何本ぐらい買えるんかな、もうソフト5本ぐらい買えるぐらい突っ込んでますからね、ほんとね。そういったところで、ある程度、組んでいただければと思うんですけども。はい。なので、まあ、こういった形で、今後もより良いゲームになっていくと思います。で、今まだ修正されてない箇所などもあると思いますが、これからのアップデート及び修正で待ちたいと思います。そして GT7 発売後、初めてのアップデートによる新しい追加かな？コースと車。ね、そういったところもぜひ、見ていければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。そして今日は時間的都合によりね、走りませんでしたけども、新しいスパのサーキット、この車で走ろうかななんて、ということで次回以降もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。